な食べ物とかでっかい建物とか見たこともないものばっかで面白い。旅もなかなか悪くねえな。暇だな。なんか面白いことねえの？火吐くとか岩ぶっ壊すとか飛ぶとか何でもいいから誰か俺を楽しませろっつーの。道具って右利き用に作られてるもんが多いのな。俺は左利きだからたまに使いづらいのがあったりしてめんどくせえんだよ。剣の稽古は好きだぜ。打ち込んでる間はごちゃごちゃ考えなくていいし自由だって感じがする。疲れてんなら休んどけよ。無理してもしょうがねえんだし。いや俺はまだいけるけどさ。疲れてるやつをほっとくわけにもいかねえだろ。ルーク・フォン・ファブレだ。サマーいらねえよ。ルークって呼び捨てでいい。ま、よろしくね。また強くなったな。いい感じだぜ。よし、絶好調。いいじゃん、いいじゃん。これくらい朝飯前だぜ。ひらめいた。この力がありゃ無敵だな。お前なかなか面白いな。気に入ったぜ。お前って俺にいろんなことを教えてくれるし俺のことを分かってくれるし悪くないっつうかむしろってなんだよその顔。任せとけって。見せ場だな。お、気が利くじゃねえか。へえ、似合ってるだろ。俺がわざわざ作ってやるんだ。ありがたいと思えよ。行くぜ。遅れんなよ。俺についてこい。へっ、はっ、やっ、どけ、邪魔だ、うっ、いて、うっ、うぜ、だっせ、俺の力見せてやる。吹き飛びだ、グレン襲撃、刻む、ガレン報酬額、やってやるぜ。あこれでも食らえ。勝って当然だな。邪魔すんなっての。へへん、どうよ、勝った、調子いいぜ。まだまだ余裕だっての。俺が終わらせてやる。おい、なんかヤバそうだぜ。書き初めってやつ？最初はめんどくせえと思ってたけど実際書いてると案外楽しいもんだな。俺の着物姿似合ってるって？そりゃどうも。これでも一応公爵家の息子だし何着てもそれなりに見えてないといけねえだろ。年が新しくなっても特別変わったことはねえし俺がやらなきゃならないことだって何も変わらねえよ。お前は新年の抱負何か決めてるのか？俺は何にしたらいいのか正直迷っちまうな。今年もお前と一緒かよ。でもまあこれからもいろんなことがあるだろうし。かしこまるのは柄じゃねえけど今年もよろしくね。よ、今年もよろしくね。それにしてももう正月か。一年って早いよね。炭だらけになっても文句言うんじゃねえぞ。今年一番の俺の活躍見せてやるぜ。力よ集え栄翔来、沈んじまえ予想豪勝派。へへ、書き初めですの。ご主人様、そこをどき上がれ。ださすがご主人様、かっこいいですの。よーし、勝ったぜ。今年も任せとけって。こんな相手筆一本でも楽勝だってな。へえ、着物も案外動きやすくていいな。新年だしやっぱ景気よく勝ちてえよな。